こんにちは、もつクリニックのボアイエです。今日はですね、私がね激推ししているブラジリアンバットリフトの動画に対するいただいたコメントの返事をしていこうと思います。まずブラジリアンバットリフトのオペ後は就寝時はうつ伏せ寝をするのでしょうか。あと太ももの脂肪吸引をして脂肪方向をした後の圧着着はどうしたらいいのでしょうか。レギンスタイプのものではなくニーハイタイプの圧迫を履くのですか。とても気になりますということでありがとうございます。本当に気になさっている方はうつ伏せ寝をされますね。ただ脂肪注入の方向術とかブラジリアンバットリフトをしても仰向けで寝ちゃうっていう人も結構いますので、そんなに仰向け寝が問題になってくるということはないです。バストの時のうつ伏せ寝の方がやっぱりベッて潰れちゃうしっていう感じですね。ブラジリアンバットリフト後ってこう仰向けで寝ようとするとブリッジしてるみたいな感じの感覚になるみたいで、なんかうつ伏せ寝の方が楽っていう方はいらっしゃいます。あとは太もも吸引と方向術を一緒にやった場合は、通常のいつもお渡ししているレギンスタイプのものを履いてもらってますね。1週間ぐらいなのでそんなにこう上の方に脂肪を入れてるからすごい圧がかかっちゃうところにそんなに脂肪を入れてないので、特に問題にはならないですね。ということでですね、最近ますます人気になってきたブラジリアンバットリフトですね、もともと痩せてる方がバストも入れてお尻も入れてこう曲線美を作りたいという方がすごい増えてますので、もしご興味がありましたらぜひカウンセリングにお越しください。ありがとうございました。ボアイエでした。